東京ディマンカーは次からプレイしていきたいと思います。フレンドにすごい人がいてさ、このアイコンを変えるのってさ結構大変じゃん。お金がめちゃくちゃかかるんだよね。これ2500とかさ、えマジみたいな。ガチャ10連分近い石持ってくのみたいな感じなんだけども、アイコン、それこそ今出てる新キャラなのかなをアイコンにしてる人がいて、推しキャラなんだろうな。契約ガチャか。あ、ハクくん推しなのか。ちょっと多分ね、ハクくんをアイコンにしてる人がいてね、すげえ、やっぱモサはちげえぜって思った。大体の人このアイコンのままなんだよな。2500って数なかなかかかるからな。とりあえずメインストーリー見ていきましょうかね。そろそろガンガンセリフかぶるね君。でとりあえず前回の続き第27話から見ていきましょうかね。これから入学式が行われるという式典会場は祝い事の華やかなイメージとは裏腹に薄暗い明かりに包まれていた。ほうほう。全校生徒が集まるというだけあって、広い会場内には同じ制服を着た学生たちがひそひそと談笑を交えている。これから先主人公の友達が増えていくわけだ。なんというか想像以上に厳かな雰囲気ですね。伝統だかなんだか知らないけど陰気臭いよね。あ、ちょっと堅苦しい感じに見えるわけだ、ハイド先生には。せっかくなら特等席で参加したら、あの辺なら壇上もよく見えるよ。いや、真ん中は、私はこの辺りで静かにしてます。そんなひっそりしたとこに行かなくても。そう、結構面白いもの見れるのにな。面白いもの。ハイド先生、ここにいたんですね。普段の準備はまだですか。なあ、忘れてた。先生行かなくちゃ。あら、そうなの。入学式楽しんでね。おい、じゃあね。はい、ありがとうございます。これから長くて1年間よろしくね。行っちゃった。ハイド先生はひらひらと手を振りながら縁壇の袖へと消えていった。ろうそくがいっぱい。こんな暗いところで入学式って。あ、君。背後から聞こえてきた馴染みのある声に私は思わず笑顔で振り返った。カイト、ルカ、無事だったのね。よかった。無事だったよ。はい、おかげさまで。そう答えた直後、周囲からの視線に気づき、私は声のトーンを下げて話を続けた。さっきはありがとうございました。先ほどの騒動で別れの挨拶もお礼すらも言えずにあの場を去ったため、私は素直にカイト君の再会が嬉しかった。いや、こっちこそ。でも君がなんでここに。なんか特別な能力に目覚めちゃったみたい。実は急遽この学園に入学することになったんです。え、マジ。よかったなカイト、青春の1ページ始まるぞこれ。はい、今回は本当です。やったー。じゃあ改めてこれからよろしくね。こちらこそよろしくお願いします。あ、すいません。そしたらさ、今度こそ俺と連絡さ。おお、勇気振り絞ってきたよ。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。始まっちゃったね。どうまい。突然壇上に一本のスポットライトが差す。丸い光の中央では理事長がとびきりの笑顔を浮かべ会場に向かって両手を振っていた。かわいいだろうなその光景。それでは早速特別選抜寮生の開闢の審判を行いたいと思います。あ、クラス決めか。あ、開闢の審判、名前が物騒すぎる。ああ、そうそう、この学園の生徒ってさ必ずどっかの寮に所属しなきゃいけないの。今年は7つの寮があって、この儀式でどの寮に配属されるかが決まるってわけ。一般寮生たちはオリエンテーションの時にこの儀式は済ませちゃってるらしいんだけど、グールの寮分けは学園内のパワーバランスが変わるっつうか、とにかく注目されるからこの入学式中にやるのが通例らしいよ。グールってやっぱり特別なんですね。え、お、そうね。まあ俺ら結構レアな存在っていうか。それでは新入生のグールの皆さん、縁壇の前へお集まりください。
理事長の合図で会場内の群衆からざわめきが上がる。今年は4人か。チャラそうなのがいるぜ。演壇の前に並んだ4人の男子生徒に会場内の視線が一斉に注がれた。主人公は行かないの？やだ、あの人イケメンじゃないみたいな感じで盛り上がってんじゃないのこれ。こっちか。で次行こう。4人の1年生抱える様々な思い語られちゃう？今年度より特別選抜寮生としてこのダークウィッグアカデミーに入学します。新城律です。何卒よろしく。律くん。皆さん拍手。パチパチパチ。ではこちらのマネキンの手を取って心の中で学園生活への抱負を立ててください。抱負。姿勢のいい男子生徒が壇上に立っているマネキンに触れ静かに瞳を閉じた。スリザニーはダメ、スリザニーはダメみたいな展開だなこれ。すると彼の羽織る黒いローブの隙間から七色の光が放射線状に溢れ出し息をするようにゆっくりとはためく。すぐに輝きは収まり彼がローブを脱いだ次の瞬間色を変わった赤色。どういうこと？シノストラに決まりました。シノストラ。会場にどよめきが起こり開闢の審判が成功したことを悟った。私がフロストハイムではない、何かの間違いでは行きたくないクラスあるんだやっぱみんなも。いいえ、儀式の決定は絶対なのです。きっと導かれた理由があるはずですよ。あの一年ご愁傷様だわ。ロミオさんと一緒の寮なんて。あ、まだキャラ名が分かんないから誰が誰か分かんないんだよな。でもとりあえずハズレっていうことだけは伝わった。ロミオさんってさっきの？そうそう、あいつ実は副寮長なんだけどさ、なんかいつも寮長と揉めてんだよね。じゃあカイトはそのクラスってこと？シノストラって寮舎でカジノ経営してるから多分金絡みの喧嘩なんだろうけど。とんでもないクラス。寮でカジノ経営ですか？うん、まあ寮で何か商売するのはこの学園では珍しいことじゃないんだけどさ、シノストラは一般寮生も危ねえやつが多くて問題ばっか起こすし評判悪いんだよね。特に寮長の星波先輩とは絶対に関わっちゃダメよ。ああ、一回殺されそうになったよ。あれ、星波って確か。っていうかあの二人入学式来てないっぽいな。呪い追っかけてる最中かまださっきの理事長の感じじゃシノストラは懲戒処分かもね。次の方どうぞ。理事長の声に向き直ると次のグール寮生が歩きスマホをしながら壇上へと上がっていくところだった。なんて悪い子なんだ。レオです。はい、握手。チャラい、適当。ちょっと待ってください、ちゃんと自己紹介して一呼吸置かないと。だる。クロサギレオ、抱負は世界平和。はい、握手なんて似合わない抱負なんだ。世界平和？うわわわ、そんな簡単に。どうなった？もうおめでとうございます。あなたはバガストロムに決定です。バガストロム、強そう名前が。うるさ、やる気は感じない。次は革新派のバガストロムかカイトが全部教えてくれる、ありがとな。革新派？派閥のようなものですか？まあそんな感じ。バガストロムはチンピラのたまり場だから君は絶対近づいちゃダメだよ。チンピラのたまり場、怖いな。気をつけます。噂じゃ夜な夜な両者の地下に集まってなんかやべえことしてるって話。それはやばそうだ。特にあそこの寮長、この学園に入る前に強盗だか殺人だかで捕まってたらしいしね。マジで？そんなやばい人なの？え、それって本当に怖い人じゃね。しかも
いっつも好き放題バイクとか乗り回しててさ、うるさいのなんのって革新派っていうか過激派っていうか、やばいクラスなのは伝わった。なんとなくイメージが湧きました。にしてもあいつどっかで見たことあるような。有名人なの？もしかして悪いことした有名人なの？次の方どうぞ。今度はけだるげな男子生徒が登壇するも、彼はスポットライトの手前で足を止め大きくため息をついた。疲れちゃった？白波蓮です、よろしくお願いします。あらあら、全然やる気ない系のキャラが多いな今回。白波くん、ちゃんと真ん中に立ってもう少し大きな声でお願いしますよ。あの、それパワハラすから。人前で説教するとか時代錯誤かよなかなか面倒な子来たぞこれ。うい、皆さん拍手、パチパチパチ。では他の人と同じようにマネキンの手を取ってもらって。この小芝居必要か？だいぶ雰囲気変わったんだけど、びっくりしたわ。おめでとうございます、あなたはジャバオックに配属です。ジャバオック？あれ、俺の選んだクラスジャバオックじゃなかったっけ？違ったっけ？選んだっていうか、あのメインキャラって、俺のお気にキャラか、ジャバオックじゃなかったっけ？ジャバオックの両服やっば、久々に見たけどダサすぎでしょ。他の寮とかなり雰囲気が違うんですね。確かに。あそこはもともと学園で保護した怪異動物の管理を担当してたんだけどさ。あ、違うわ、あれだ、あそこのクラスだ。なんか片手に可愛い生き物を抱えてた人いたよね。そのクラスか。じゃあ違うわ、俺の選んだキャラじゃない。最近その敷地を使ってサファリパークの経営を始めたらしいんだよね。すげえな、サファリパーク。なんだか面白そう。それがさ、客引きがしつこくてうざいって学園にクレームが殺到してるって話だよあ、お客さんが来ないんでしょうかね。多分。最近一般寮生の配属が中止になって、あそこの寮はグールしかいないからさ。おお、ちょっと過激派なクラスなのかもしれない。常識とか経営方針とか突っ込む人もいないんじゃない。それでは次が最後の方です、どうぞ。最後のグル妖精はヘアバンドを巻いた目つきの鋭い男子生徒だった。彼は首裏をかきながら壇上に上がると不機嫌そうに会場を見据える。はい、ゾノショー、よろしく。機嫌悪い子ばっかりだね最初の一人以外はみんななんかちょっと機嫌悪そう。はい、ゾノ君、お名前はしっかり。ああ、拍手をお願いします。先生タジタジじゃん、ちょっとかわいそう。で、ご立派な志でも念じながらこいつに触りゃいいんだろう。あ、はい、手でお願いしますね。何を念じた？うわ、なんかド派手なチャラそうなクラス行ったな。これどこのクラスだ？本日のバガストロム2人目です。さっきの翔ちゃん、よかったね。知り合い？何これ、作業服？なんか上下つながってるしマジ最悪だ。まあでもそれ相応に適性があるからそのクラスに選ばれたってことだよな。生き物を大切にする感じのキャラなんじゃないの君。しかし難解な案件にこそ立ち向かい勝利を得るのが弁護士の使命。父ならきっとそう奮起することでしょう頑張って自分に言い聞かせている。こうして新しいグール寮生たちの開闢の審判は滞りなく完了した。みんなお疲れ様。だから生でスリザリンはダメ、スリザリンはダメが聞けるとは思わなかった。しかも最初の一発目、握られた。おい、握られたて。彼の行き先は誰？バガストロムに今年は2人も。これかなり力関係に影響しそうだわ。
結構大事なんだね、その力関係ってのが。グールの人数ってそんなに重要なんですか？正確には数より強さって感じだけどね。ほら、俺なんて脳幹だし。あ、なんか特別な能力があるって感じじゃなかったような、カイトは。いや、そんなことは。ああ、いいのいいの、俺グールのくせに弱いのを自覚してっから。今年の量分け、みんなの反応が気になるな。帰りに DA チャンネルのコメ読もう。はい、皆さん静粛に。実は開闢の審判はまだ終わってません。何？なぜなら今年度は2年生に新しいクールが仲間入りするからです。な、忘れてた。そうだ、ルカ君、あ、ルカなのか。さっそと壇上に現れた見覚えのある姿に、私とカイト君は同時に声を上げた。イギリスにある姉妹校のエムリスからやってきました、ルーカス・エラントです。2年生への転入という形になりますが、どうかよろしくお願いします。礼儀正しくていい子なんだ。グールの転校生が随分と珍しいのか、会場には一層どよめきが上がった。マネキンの手を取って、心の中で学園生活への抱負を立ててください。はい。ルカ君のローブの隙間から七色の光が力強く放たれる。どこになる？あれ、止まった。あ、これカイトと一緒じゃねえか。わー、おめでとうございます。あなたはフロストハイムですね。あ、フロストハイム、俺と一緒？よかったやん。オランジ寮に慣れてよかったですね。そうかな。何そんな嫌そうなの。二人の寮はどんなところなんですか？うちは寮長が総裁の息子だから、学園で一番権力のある寮って言われてんね。総裁？機関の日本支部総裁、この学園の直属の上層部って感じ。なるほど。支部って他にもあるんですか？世界中にあるよ。イギリスもその一つだ。ルカ君、もういきなりこっち来たじゃん。お前また美味しいとこ。カイト、君と同じ寮だと理事長に聞いたよ。改めてこれからよろしく。むしろ仕組まれたのかな。お前フロストハイムってことはどうせ実家が太いんだろ。そうなの？お金持ちの家なんだ。太い？父は確かに体は鍛えているが、どちらかといえば細身の方だと思うよ。そっち？ちっげーよ。うちの寮生たちってさ、高慢ちきな金持ちばっか集まってんだよ。親の仕事でマウント取り合いまくり、両者じゃ毎日豪華なパーティー三昧。ま、どうせパーティーつってもただのブランドもん自慢大会なんだろうけど。すごい世界ですね。なるほど。確かに俺の実家は他の一族に比べて財力が抜きん出ているよ。くー、はい、出ました、こういうとこ。ん？だけど君もフロストハイムの寮生なんだろ。あ、期待させる前に言っとくけど、俺はごくごく普通の庶民だからね。そうなの？じゃあなんでこのクラスなの？言われなくても、なんでこの寮にいるのか自分でも謎ですから。でも確かに借金してるもんな。金銭感覚も美的感覚もお前らとは違うんで、居心地悪いし、寮にいても暇だし。そんなこと問題にならないよ。最初はみんな価値観が違うのも当然だ。いいやつ。俺はカイトと共に学園生活を送れることをとても楽しみにしているよ。そういうのやめろよ。男に言われても嬉しくねえんだよ。照れてる。しかしカイト、体は大丈夫なのか？まだ昼間の疲労が残っているだろう。そうだ、儀式中もずっと立ちっぱなしでごめんなさい、気づかなくて。え？全然大丈夫だけど。
なんか今は大丈夫みたい。これあれだ、心配させてやらねえとこれみたいな感じになってるわけだ。心配してくれさせ、違うな、心配させることによりなんかもっと俺に優しくなるかもみたいな雰囲気になってたこれ。そうか、無理はしないでくれ。やっべえ、同じ量になっちゃったのか。なるべく早めに治ったことにしよう。大変、ハイド先生はどこですか？九段の準備は彼にお願いしたのに。なんかバタバタしてる。見当たらないな。私、ちょっと会場の外を探してきます。お願いします。もう僕は自分勝手な人が苦手なんですから。じゃあ最高にハイド先生と相性悪いよな。新年度早々こんなに問題ばかり。彼女には頑張ってもらわないといけませんね。主人公？え、主人公にも丸投げするの？理事長頑張って。もたらされた予言、救済者は誰か。どういうこと？そのタイトル。先生たちが慌てているね。何か問題が発生したんだろうか。こちら。本当だ、グールの所属も決まったし、いきなり寮同士で揉めてなきゃいいけど。そういえば全部で7つということはグールが入らない寮もあるんですね。そうだね、今年はホタルビとモルトクランケンが入らなかったが。大丈夫なの？まあでもそこら辺のパワーバランスはしっかり考えてるんだよな、きっと。一応全部の寮にグール寮生はいるんだけど、あの儀式人数のバランス取らねえからさ。あ、そうなの？じゃあダメじゃん。そう言われるとパワーバランスが変わってくるというのもわかる気がします。困っている寮があれば手を貸せばいいよ。ホタルビの寮生はどういった人たちなんだ？いちいちいいやつだな、ルーカス。ホタルビは芸術関係の仕事をしてる人とかアーティスティックな人が多いんだよね。へー、アーティスティック。この学園の生徒っていろんな才能の持ち主が集まってるんですね。だからなのかな、寮生も独特の雰囲気が漂ってるっつうか、うさんくさいっつうか。うさんくさい。先生たちはホタルビは落ち着いてて優秀な生徒が多いってよく言うんだけどさ、才能もあって落ち着いてて優秀とか、なんか絶対裏があると思わない？ひがみだ、それは絶対にひがみだぞ。カイト、そういった嫉妬心は努力の原動力に変えなければ不健康だよ。もっともなこと言われてる。別に嫉妬じゃないし。なんでできたやつなんだ。もう一つのモルトクランケンなら俺も知っている。この学園に来てすぐそこの寮生が健康診断をしてくれたんだ。そうそう、普段から何かとお世話になるのがモルトクランケンの寮生たちね。怪異薬学とか特殊な医療を専攻してて、怪我と病気はそこの寮舎で見てもらうのよ。寮生が見てくれるんですか？なんか保健の先生もいたよね。その人じゃなくて寮生に頼むんだ。そっちの方が優秀なのか。ほら、俺ら普通の人間と体が違うからさ。ああ、なるほど。一般医学じゃもう見れないらしいんだよね。なるほどね。そうなんですか。たださ、あそこの病棟ホラーすぎて毎回毎回ハラハラすんだよね。どんな場所なの？何か実験を行っているようだね。貝が液体につけられているのを見たよ。あそこの寮長絶対変だもん。君は怪我しないようにね。はい、気をつけます。シノストラ、バガストロム、ホタルビ、ジャバウォック、モルトクランケン、そして俺たちの寮フロストハイムか。お前覚えんの早くね。ああ、言葉の記憶は得意なんだ。幼少時代から特別な訓練をしていたからね。ルーカスがどんどんスペック高いっていうのは知れてくんだけど、とんでもない子来たね。しかしカイト、これではまだ6つの寮の名前しか出ていない。残り1つはどうした？最後の1つは
今ある7つの寮で一番新しく作られたとこなんよね。一般寮生どころかさ、グール寮生でもごく一部のやつしか入れないっつーか。うわ、主人公絶対そのクラスじゃん。とにかく特殊な寮だから、もともとあの儀式の選択肢から外されてんの。そんな寮もあるんですね。まあ俺も詳しくは知らないんだけどさ、有名な噂だとそこの寮長が去年の。皆さん静粛に。あ、ようやく理事長の号令がかかり、会場の喧騒が一瞬にして静まる。大変お待たせしました。ようやく準備が整いましたので入学式を再開します。ごめんごめん、先生段取り間違えちゃってさ。無駄口を叩いてないで、さっさとメモリーポットを設置しろ。お、また新しい先生らしき人が来た。へいへい、そんな怖い顔しないでよ。ハイド先生の隣では、車椅子に座った見知らぬ人物が険しい表情で会場を見渡していた。あそこにいるってことは先生かな。さて、今からあなたたちには学園生活で最も重要といえる心構えのお話をします。在校生の皆さんはよーくご存知の通り、我がダークウィックアカデミーにはこのような予言が託されています。ハイド先生、メモリーポットを再生してください。はい。壇上のテーブルには重厚なガラスの壺が置かれていた。それがメモリーポット。おお、精霊的な感じか。新月のささやきが救済者を孤島の学園へと導く。救済者がいれば世界は新人なる悲劇から守られる。新人なる悲劇。この九段という怪異の予言は我々に託された平和の砦です。新月のささやきとは我々にグールの出現を知らせる福音のこと。孤島の学園はもちろん、ここダークウィックアカデミーを指します。新月のささやきによって集められたこの場所にいるグールたちこそ、新人なる悲劇から世界を救う救済者なのです。よし、じゃあ続き見ていこうか。絶対これさ、主人公のことだよね。読んでいこう。グールが世界を救う気じゃ、おっと、クソゲーの設定かよ。あらあら、そういうこと言っちゃう。なるほど。しかし予言という現象には証拠能力がない。学園の推測を立証するにはさらに物証が必要ですね。さすが弁護士。弁護士の息子だったのかな。新入生のグールの皆さん、これからあなたたちには世界の救済者として特別な教育と訓練を受けてもらいます。何それ、ダリル。レオ、てめえが世界の救済者様だってよ。地獄でも作るつもりか。このグール入学生たちって自分らで望んできたわけじゃないの。もうグールって分かった時点で強制入学。まあ主人公はそんな感じだったもんな。強制入学なのか。そして一般寮生の皆さんにはそのサポートを担ってもらいます。将来は機関の一員にふさわしい人材として活躍してくれることを期待してますね。君、ちょっといいか。はいはい。悪いね。この後生徒たちに君を紹介する。一緒に来てくれないか。あ、絶対ざわつくよこれ。おいおい、なんだあいつみたいな。あ、わかりました。私はそばにいたカイト君とルカ君に軽く会釈をしてニコラ先生の後を追った。本日はもう一人あなたたちに紹介したい新しい仲間がいます。ウォンテッドの子じゃねえ。てかみんなウォンテッド見てるよね。今年度より特待生としてこの学園に転入することになった生徒さんです。さあみんなに挨拶しようか。ニコラ先生に促され、私は理事長の隣に進み出る。シュヤです、よろしくお願いします。でもこの主人公女の子なんだよな。特
生はあなたたちの活動において強力な手助けになり得る存在です。なぜなら彼女には触れるだけでスティグマを強化する特別な力が宿っているからです。ドグールたちがざわついてる。え、どういうこと。なんであの子が。皆さんが驚くのも無理はありません。この能力は組織の発足以来初めての発見です。学園は彼女の持つ希少な能力を生かすためこの度大きな決断を下しました。なんと特待生には今後監査役としてグールの任務に同行してもらいます。監査役私を監査するなど1万年早い。多分ちょっと難しい性格だなこの子。お、吟味してる。彼女には皆さんが任務時に持ち出す歌方マッチが効きません。すなわち彼女が監査した任務は皆さんの活躍が正確に記されるということ。これまでの曖昧な調査報告書が格段と精度を上げることができるんですね。はあ、あのマッチ結局対策されてるってことかよ。他人に監視されるとか最悪だ。ふう、全く歓迎されてない。ではなぜ歌方マッチが効かないのか、ハイド先生、学院の見解をお願いします。ここからは検査とテストの結果、それと僕の知見から君たちに情報を共有するね。彼女は不運にも偶然遭遇した怪異に呪いをかけられてしまった。そしてその呪いを解かない限り彼女は1年後に死んだ。え、死ぬ。イエス。さっき理事長が言った通り彼女にはマッチが効かない。それはこの呪いがマッチの効果を打ち消してるからだと考えられる。で、特待生自身にも任務に同行しながら呪いの解除方法を探してもらうつもり。学園としても人を死に至らしめる呪いを感化するわけにはいかないからね。呪いの解除方法を見つけることはグールと特待生に共同で課す通年任務だ。グールと特待生ということは私たちには関係のない話でして。当然でしょう。通年任務だなんてただでさえ忙しいのに煩わしいったらない。なんか消極的。会場内には重苦しい空気が漂い、私はいたたまれない思いで背中を丸める。かわいそうだ。自分が招かれざる客であることを痛感した途端、不意に視界がぐらりと揺れた。あら、これやばい。カイト、ルカ、支えて。カイトとルカがこう、これから先の主人公の、なんだろうな、心許せる仲間的立ち位置なのかな。読む。フロストハイムの富士、それからエラント、この両名は会場に残るように。ん？入学式が終わると生徒たちがゾロゾロと式典会場を出ていく。途中から疲れのせいかめまいに襲われ、私は縁壇の袖で椅子に座って休んでいた。うん、だいぶ顔色も良くなったね。次から調子が悪い時はすぐに言うんだよ。すみません。紹介緊張したよね。だいぶ。でも大丈夫、みんなびっくりしてただけだから大丈夫。おお、カイト心配して寄ってきてくれた。カイト君、無事でよかった。突然体が傾いたから驚いたよ。ルカ君、心配かけてごめんね。初めての経験をたくさんしたんだ。こうして話をする体力があるだけすごいぞ。褒められた。後で理事長が案内すると思うけど、君には特別に専用の寮を用意したから。お、それ特別クラスじゃない？みんな7つ目か。全部終わったらゆっくり休むといいよ。はい、ありがとうございます。皆さんちゃんと揃ってますね。まずは入学式への参加ご苦労様でした。理事長、見知らぬ男から
ここに残るようにと指示がありましたが。お前たちを呼んだのは僕だ。あ、寮長ではないのか。こちらはダンテ先生。今年度からフロストハイムの顧問を務めてもらいます。あー、顧問なのね。さっき演壇で見た車椅子の人物はやはり教師だったようだ。早速だが、フジ、お前には明日からエラントの世話係を担当してもらう。は？ちょっと待ってよ、ずっとこいつと一緒にいろってこと？親友じゃん、もう。どうせ同僚だ、必然とそうなる。そんなの、周りの女の子、みんなルカの方を選ぶに決まってんじゃん。まあ、ルカ色男だもんな。こいつの引き立て役で青春終了とか絶対や。断ります。先生、カイトは病のため体が弱いんです。そのような無理はさせられません。あら、また嘘がどんどんバレていく。だ、うん、体が弱い。先ほど確認した富士の健康診断の結果はオール A だったが。オール A？ 余命半年ではないのか。いや、そのような事実はない。騙されたみたいな顔してるよ。しょうがなかったんだよ。ダイルか、絶対言うなっつっただろ。そもそもお前がデートの邪魔するから。え、いつものあれはマジで説教は惹かれてる。はあ、おい、怖い、なんか言って。そのゴミを見るような眼差しをやめて。それから特待生、お前は明日から2年のクラスに編入することが決定した。何？案内役はここにいる。明日からしばらくフジとエラントと3人で行動するように。ああ、ほら、もう親友的キャラだこの2人。わかりました。お前に任務はまだ早い。まずは学園生活のルールを学ぶことが最優先だ。はい。また知らぬ存ぜぬで問題ばかり起こされてもたまらないからな。ごめんなさい。はい。グールとの任務を無事遂行するためには彼らと早く打ち解けることも大切ですしね。あとは今日からあなたが住む寮の案内に必要な支給品も渡さないといけませんね。後で理事長室まで来てください。その時新しいスマホもプレゼントします。新しいスマホ。私の荷物は。そうだ、そのスマホには D チャットというメッセージアプリが入ってるはずです。お、俺の話一切聞き入れる。神々、聞く耳持たずだぞこれ。 D チャットは学園からの連絡や生徒同士のコミュニケーションにも使われてますので。来た来た、俺の方にもチャット来てた。今後のフレンドから学園生活と任務を円滑に営むためにもクールたちとの連絡先交換は積極的に。なるほどね、それをメインにしてるからチャット機能ってのがついてるわけだ。あ、こちらの問いかけを言い終える前に理事長とダンテ先生は速やかに会場を去っていった。ってことはよ、今後は俺も任務に行かなきゃいけないってこと。一緒に頑張ろうな。もう、俺、もう、カイト君、もうこの学園やだ。好きでグールになったわけじゃないのに。一般寮生には距離を置かれるしさ、他に出会いもないしさ。でも主人公と一緒にいられるよ。なのになんで俺が体張って任務なんか行かなきゃいけないの。おかしくね。カイト君、落ち着いて。こんな生活もう嫌だ。俺、普通の人間に戻りたいよ。頑張ろうな。主人公も呪い解こうと頑張ってるから。わかった。ルーカス？俺が、君を人間に戻すと約束する。だからどうか、泣かないで。なんなの、ルカは一体。こんなに主人公気質なキャラいる？すごいわ。ルカ君は泣いているカイト君に、赤い小さな包みを一つ、
そっと差し出した飴か。何これ、ビスケット。人間に戻すってどうやって。カイト君は素直にビスケットを受け取るとすがるような瞳でルカ君を見つめる。これは俺たちに課せられた試練だ、カイト。君ならきっと乗り越えられる。正直お前が何言ってんのか俺には全然わかんねえけど、今はそれで構わないから。え、ルカさん何か知ってるの。そんなわけないよ。お前がいいやつなのはもう十分わかったっつの。約束信じてやるよ、カイト。ありがとう。この苦難の真実に気づくまで必ず俺が君たちを守るよ。いい子、一生守ってくれ。じゃあ次は第33話。ちょ待って、何度でも言うけどすごくね。これまだエピソード1だよね。しかも今エピソード8更新されてんだよね。やべえな。静かな夜、募りゆく不安。これこの花オープニング画面のやつじゃね。違ったっけ。式典会場を出た頃には学園の上はすっかりと静まり返っていた。はい。夜の静まは星のない東京の空に広がって、あとは鈴のような虫の音が響くだけだった。じゃあ明日からよろしくね。よろしく。よろしくお願いします。新しい生活の始まりだね。早く慣れるよ。俺も努力するよ。冷静に考えて1年後に死ぬ呪いとか君も災難だよね。だいぶ。俺と君どっちが先に死ぬんだろう。まるで俺たちローズとジャックみたい。そんな武装なこと言うんじゃない。そんな縁起でもない。君の呪いは悪魔の仕業なのか。え、ルカ君の瞳から月明かりが消え、私はハッとした。その表情には見覚えがある。彼女はグールじゃないし悪魔は関係ないんじゃない。そうか。だけど俺たちと同じように君にもチャンスが与えられたことは確かだ。チャンスですか。ああ、この世界を救うチャンスだよ。おお、さすが主人公気質。お前あんな怪しい予言なんて信じてんの。信じる。違うよカイト、あの九段が言っていたことは紛れもない事実だ。ああもういいよ、分かった分かった。そういうのかっこいいと思っちゃう年頃な。グールが世界を救う救済者だというあの言葉は本物だと思う。偽物だと思う。本物だと思う。私はあの予言は本物だと思います。君がそう言うならそうだね。手のひらくるくる。俺も去年の入学式で初めて見たとき同じこと思ったもんな。嘘つけ。絶対なんでこんな学園に入学しなきゃいけないんだって絶対言ってたろ。まあこの学園やばいことばっかだけどいいとこも一応はあるし、例えば学食が美味しい。あ、そうだ、なんなら明日俺おごるからさ、お昼一緒に。めちゃくちゃアプローチかけてくる。そうだカイト、はいはい、昼間に俺がロミオという男に渡した金だけど。あ、俺今から用事あったんだ。あ、やばいやばいやばい、急がないと。待ってな。最低。そのタイミングで逃げるのは最低だぞお前。突然カイト君は何かを思い出した様子で中庭からダットのごとく走り去ってしまった。はあ、返さないで構わないと伝えたかったけど言ってしまったね。優しいな。しかも返さなくていいなんて。私たちも行きましょうか。ああ、それではおやすみ。いいやつだな。あ、おやすみなさい。ルカ君とカイト君は同じ寮だもんね。私も理事長室に行かないと。
中庭に一人残された私はそびえ立つ壮大な校舎を見上げながら大きく一つため息をついた。私って本当にみんなの力になれるのかな。全力疾走じゃん。くっそー、結局あの子に連絡先聞きそびれたし。なあ、今日も誰からも出ちゃこなかった。いつも通り DA チャンネルでも見ながら部屋に戻るか。なの？なんだこのスレ。秘宝？近日革命が起こる。これか？これなのか？なんかめちゃくちゃ絵に入ったけど。どういうことこれ？え？なんで入った先生？ケミストリーボーナス。これ一章がクリアしたってことなのか？いっぱい手に入ったってことは。やっぱりそうだ。あ？まだプロローグだった。エピソード1すら始まっていなかった。やっていくか。願いを叶える男。何それ？孤児院の少年、一体何を見た？おお、なんだそのタイトル、気になるな。お。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディアリーク。ハッピーバースデートゥーユー。もうこんな時間なのに眠れないよ。今日はいい日すぎた。こんな豪華な誕生日、きっとずっと忘れないだろうな。明日また橋長さんに言おう。ありがとうございますって。絶対。お、誰か起きてる？足長さんかな。え？ああ、石橋さん、探しましたよ。こちら、先日お世話になった西園寺商事のご子息です。ぜひお見知りおきよと。あなたのようなご高名な方がいらしてくださるとは、恐悦至極です。今宵はフロストハイムの共演をどうぞお楽しみください。はあ、カムライ様ったら。はいはいはい、なんか賄賂渡してなかった今コミックで。なんだ、なんかあの孤児院の少年も一体何が起きたのか。まあ、とりあえず行こうか。フロストハイム寮生の住友？一応友達ってこと？今夜はいらっしゃらないのね。ご挨拶申し上げたかったのに。それが、はい、最近めっきりお見かけしないの。聞いた話ではしばらく任務にも行かれていないそうよ。まあ一体どうなさったのかしら。カムライ様に釣り合うようイタリアから新作のドレスを取り寄せたのに。おお、金持ちはやっぱスケールが違え。侍様のおそばなら石橋様がいらっしゃるでしょ。承知しておりますわ。石橋様がお支えなら安心ですもの。何せお二人の間には揺るぎない信頼関係がおありのようですし。ええ、侍様のご友人が失脚された後の振る舞いには本当に驚きましたわね。まるで予定されていたかのように石橋様が後任に疲れて。ん？計画通りってやつじゃないのかそれ。実はそのお話なんですけれどね、あの方が転領された背景には石橋様が。ようこそおいでくださいました。おや、住友様ではないですか。普通に住友って名前だったんだ。石橋様、今名を呼ばれた気がしたのですが、私の勘違いだったようですね。これは失礼。釘打たれたんじゃない今。いえ、私たちはそのカムライ様がお見えにならなくてとても残念で、ずっとその話は。なるほど、大変申し訳ございません。
多忙な寮長に代わりまして私が対応させていただければと。とんでもございませんわ。カムライ様にはぜひともよろしくお伝えいただければ。ええ、もちろんですとも。おや、住友様、顔色が優れませんが、ご体調でも崩されましたか？いえ、特に何も。体調はむしろいいぐらいですわ。明らかに焦ってるよね。さようでございますか。私はてっきりご振動が重なっていらっしゃるのかとばかり。めちゃくちゃにプレッシャーかけてくるじゃん。怖い、この人。西園寺商事で専務をされているあなたのお父上、次年度は後任の可能性があるなんてお話を耳にいたしまして。なかなかの鬼畜キャラじゃね。このキャラのファンいるのかな。蓋を開けたら実はいいキャラなのか。なんか物語の中でかなりの悪役キャラだと思うんだけど、これ。どうしてそれを。まったく悪い冗談ですよ。取締役の退任だなんて、よほどの問題でも起こさない限り。石橋様、私はそろそろ。おやおやおや、まさか住友様、お心当たりでも。おかわいそうに、もしお困りでしたら私が便宜を図りましょうか。怖いって石橋様、そんなプレッシャーかけてあげるな。これででもあの後日あの子どういうことこのかわいさ。あの子なんか不幸が舞い降りてきてしまう可能性があるんだよな。でこれ第2話見て今回終わろうか。めっちゃおしゃれじゃんこの家。あれ反応しない。穏やかな陽光にまぶたをこすられ、私はゆっくりと瞳を開いた。いつもと違う枕、やっぱり夢じゃなかったんだ。昨日寮に案内してもらった後、この屋根裏部屋にベッドを見つけて、結局すぐに寝ちゃったんだっけ。お、窓の外から泣き声が聞こえる。鉛のような重い体を起こして、私は外の様子を伺うことにした。いい天気。2階なのに泣き声が聞こえたってことは屋根に上がってきてるのかな。窓を開けようとするとガタガタと音を立てるばかりでびくともしない。立て付けが悪いみたい。鍵は開いてるはずなんだけど。うわ、来たぞ猫が。オートリウム。窓直してくれるの？ここを押せばいいの？あ、開いた。ありがとう、助かりました。足。かわいすぎるだろ俺。ここは東京のはずなのにまるで異世界にいるみたいだな。もう異世界だよこれ。私にかかってしまった呪いだって初めは全く信じられなかったけど、こうやって猫が働く世界だし、まずは呪いのことちゃんと調べないと。だけどこんな名門校の、ましてや特待生なんて大役、私に務まるのかな。ようやく開け放たれた窓から顔を出し、思い切り深呼吸をすると、お日様に温められた青葉の香りが胸いっぱいに広がる。するとなんだか急に喉が疲れて、鼻の奥がツンと切なく痛む。乾いた風がいたわるように私の方を撫でた。とりあえず支度しないと、現実受け入れた。1年とでもあっという間だよな。間に合うか。確か昨日理事長からスマホも支給してもらったはず。あった。今は6時半か。よかった、9時までに教室に行けばいいんだよね。理事長が生活に必要な設備は大体整ってるって言ってたけど、とりあえず一通り見てみようかな。屋根裏にある寝室から階段を降りると、草原の彫像がずらりと並ぶ廊下に出た。私は少し緊張しながら彫像たちを横切り、目の前の重厚な扉に手をかけた。ん？すごい、この建物ってまさか教会？
ステンドグラスが朝日、ステンドグラスから朝日が差し込んで虹色の光があちこちに揺れている。ロマンチック。まるでおとぎ話のワンシーンのようだ。このベンチとかパイプオルガンとかどれも傷んでるし、少し埃っぽいけど。うわあ、なんだ？びっくりした。床が抜けちゃったよ。だいぶ危険な場所だな、ここ。そういえば理事長が足元に気をつけてって言ってたけ。ごめん、今なんか片言だった。いでたけってなった。ここ周縁の聖堂はちょうど最近空き家になったんです。名前が物騒すぎん。周縁の聖堂って。一人暮らしにはちょっと広すぎますけど、生活に必要な設備は全部揃ってるので。あ、少し傷んでるところもあるから、足元には気をつけてくださいね。改修工事は順次進めていきますね。ああ、なるほどね。その改修工事のために猫ちゃん来てくれたのか。廊下にあった彫像も傷だらけだったし、あそこのテーブルなんて真っ二つだし、まるで何かに襲われたような荒れ具合。一体ここで何があったんだろう。襲われた？とんでもない場所に引っ越されたな。はい、ということで東京ディバンカー一旦ここまでとさせていただきます。猫かわいいな。あー、もういいね、いいね。このルカとカイト、この二人が親友的立ち位置で主人公としばらく一緒にいてくれるのかな。ずっと一緒にいてくれるのかな。どうなんですかね。はい、まあ続きは次回また見ていきましょうね。面白かった。君はいつ出てくるんだ。いつ。はい、とりあえず一旦終わります。シュウヤンでした。またね。